トラブルメーカーは追い出すよ。覚えておきな。お嬢さん、今はもっとハイになるか、もっと酔わないと黙ってあげられないんだよ。ビールはうまい。ビールを買わないなら何も買わないってことだ。エムジーン・カボットを知ってる？聞き覚えのある名前だ。ちょっと頭おかしいやつだろ。しばらく顔も見てないけど。マグノリアに聞いてみな。彼女はいろんな人と仲良くするのが好きだから。行方不明の小鳥さんのことも知ってるかも。マグノリア、この女が話したいってさ。あら、マグノリア、素敵な人。何かしてあげられることはある？エモジーン・カボットを知ってる？エモジーン？もちろん知ってるわ。しばらく見てないけれど。彼女の友達なの？彼女は行方不明で家族が心配してるの。彼女を気にかけてくれる人がいて嬉しいわ。彼女は世話してくれる人が必要なのよ。彼女がどこに行ったのか知ってるの？しょっちゅうここに来てた牧師がいたの。口先のうまい人で、人生を変えるとかそんなことをいつも話してたわ。ほとんどのお客さんは彼を相手にしてなかったんだけど、エモジーンはある理由で彼にハマっちゃったの。外見が素敵だったというのもあるけど、情熱的なの。それがたまらなく魅力的に感じる女性もいるわ。ハム、ちょっとここに来てくれる？何かお困りですか、マグノリアさん。違うわ。この女性がエモジーンを探してたの。あの牧師がどこから来たのか知ってる？ブラザー・トーマスですか。そう、その通り。エモジーンがいつもくっついてた人よ。彼を追い出さなくてはなりませんでした。あの救済ラケットで他の客を困らせてばかりいたので。バックワンで彼は勧誘活動をやってました。そしてあの馬鹿げたチラシを突き出されました。どうぞ、一枚取っておきました。彼がバーのツケを払わなかった時のためです。ありがとう、ハニー。とても助かったわ。あなたのためなら何でも。エモジーンの無事を願ってるわ。あの牧師と駆け落ちしたっていう予想はあんまり好きじゃないの。探していたの？何をしてあげればいいかしら。ねえ、全部話して。昔はどんな人だったの？本当に知りたいの？みんな歌の中に隠されてるわ、全てが。さて、他に何か手伝えることはある？何も、任せるわ。じゃあ、またね。下だ。他のパトロンの邪魔はするなよ。ねえ、ようこそ同胞よ。ここで新顔に会えるのはいつでも嬉しいことだ。教えてほしい。この世界すべてが壊れていると思ったことはあるか？なぜ古き良き時代のように物事が進まないか考えたことはあるか？ I'm looking for Emogene Cabot. ああ、申し訳ないが、エモジーンは今調子が悪いんだ。来客には会うことはできない。彼女の家族が心配してる。家族には元気だと伝えておいてくれ。君の知ったことではないが、彼女とは少しトラブルになっているんだ。わかるだろう。頭が冷えるまで誰とも会わせないつもりだ。家族の友人なの。もしかしたら言い聞かせることができるかもしれない。いいか、実際のところ彼女の参加に関して一悶着あったんだ。少し暴力的でね。だから彼女をそこへ閉じ込めた。彼女に何ができるか分かるまで。もし連れて行くつもりなら扉の鍵を開けよう。それで君たちに返す。忠告しておくが、彼女は見た目よりずっと強い。そこへ閉じ込めるだけに我々全員でやる必要があったからな。お前のものだ、同胞よ。あなたがエモジーンね。まさかジャックがあなたをよこした？その通りよ。あなたを助けに来たの。私に助けが必要なように見える？カルト信者たちがあなたを捕らえていたようね。そうね。トーマスは確かにそう思ってる。でも本当に私は彼が正気に戻るのを待ってただけなの。彼最初はすごく素敵に見えたのに、ここに来てからはただの人でなしになってしまったの。実は彼、私を彼の馬鹿げたカルト教団に無理やり入信させることができると思っていたの。さあ、ここを出ましょう。ああ、あなたと一緒には行かないわ。近いうちに帰ると母に伝えて。一息入れてからにしたいの。イライラする。エドワード、なんてこと。ハートレー変聴器に切り替えろ。聞こえてるか？切り替えた。どうだ？やったぞエドワード。一体何が起こってる？攻撃されてる。奴らは建物の中だ。中？地下室からは遠ざけておけるか？努力してるジャック。ノーレイダーは見たことがない。出口だ、そこだ。すまない、ちょっとバタバタしててね。いいか、もし奴らが建物内にいるならオフィスに行ってエレベーターを停止させるんだ。奴らをロレンゾに近づけさせるわけにはいかない。分かった。オフィス、エレベーター、誰でもいいからかき集めてこの危機を乗り越え。もしもしエドワード。それでエドワード。シグナルが消えた。これじゃ話せない。何が起こってるのジャック。もしあの人たちがパーソンズの中にいるなら、もし彼を解放するなら。心配いらない、何とかする。こうなると分かってたわ。ロレンゾをあの場所に閉じ込めておくことを許すんじゃなかった。何を言ってるんだ母さん。それに血清を使うのはあなたの案だっただろう。私は関係ない。じゃあどうするつもり？何とかすると言った。今考えてる。ああ、何が欲しいの？どうなってるの？エドワードだ。彼はパーソンズ、古い精神科病院にいる。レイダーに攻撃されている。奇妙だ。以前は警備隊が問題なくレイダーを撃退した。今回はなぜこうなってしまったのかわからない。エモジーンを見つけた。彼女は無事よ。ああ、そうだな。いいぞ。神を感謝します。最悪な日だけど少なくとも小さな慰めが一つあったわ。報酬が欲しいのは当たり前だ。普段はエドワードがやってくれるんだが、君たちの通貨はキャップというんだ。ほら、ちょうどいい金額だといいんだが。さて、目の前の緊急事態に集中せねばならん。どうして妹の安全についてそんなに冷淡でいられるの？最後の罪人を奪ったレイダーと同じ奴らなんだろうか。もし血清の原液を使った奴がいるとしたら、奴らが珍しくエドワードたちに勝ったのも納得できる。この血清の具体的な効果は何？もう知っておくべき時だな。血清の主な効果は加齢を止めることだ。私の家族と私は400歳を超えている。だがそれは他の効果ももたらす。副作用だ。レイダーに奪われた原液からは特に筋力とあらゆる種類の物理的ダメージへの耐性を強化する。だから少なくとも何人かのレイダーは君が相手にしたことのある奴らよりずっと危険かもしれない。パーソンズで本当は何が起こっているのか、そろそろ教えて。その通りだ。もう知っておくべき時だな。ジャック、彼女に全部話すのが本当に賢明なことなの？私の父ロレンゾ・カボットはパーソンズに監禁されている。アラビアでの遺跡発掘で彼が見つけた遺物に触れた後、父は危険なまでに情緒不安定になってしまった。彼は見たところ超常的なさまざまな力を手に入れた。それとともに徐々に理性をなくし暴力的になっていった。結局彼を監禁するしかなくなった。彼自身、そして我々の安全のために。彼を治療する過程で異物が彼の血液に異常をもたらしたことを発見した。だから彼の精神異常の源は我々の命を伸ばしてきた治療の基盤でもある。皮肉なことだ。だがもし彼がパーソンズから逃げ出したら、私は父親を永遠に失うことになる。絶対にそうはさせない。言うまでもないことだが、異物が彼を変質的で人を殺しそうなほど暴力的にし、そして類まれな能力を与えたのだ。それじゃあ今すぐパーソンズに向かうべきね。その通りだ。出発の前に頭に入れておいてほしいことがある。パーソンズに着いたら私が言ったことだけをやれ。それ以上でも以下でもない。分かったか？分かったわ。いいだろう。危険な戦いに向けて装備は大丈夫か？外で待っているぞ。ジャック、気をつけて。それとできれば彼を傷つけないで。少なくともあなたと同じくらいは父さんを愛してる。でもあなたも分かっているでしょう。もし彼が自由になったら選択肢は一つしかない。そうならないようにしてお願いよ。最善を尽くすよ母さん。それからもしエモジーンが帰ってきたら、頼むから私が戻ってくるまでは彼女をどこかに行かせないようにしてほしい。さて、もう本当に行かなくちゃならない。今は何もいらないわ。ありがとう。